はい、おはようございます。今日も再び夜勤明けに原田公園に寄って富士山撮影をしています。でも今日はね、富士山が少ししか見えません。先ほどまで頭の方が見えてたんですけど、あっという間に雲がかかってしまって、今こんな感じで、こんな感じですよ。どこだ富士山、あれ見えない。富士山がどこにあるか分かんなくなっちゃった。現在の富士山はこんな感じ。真ん中が見えてますね。桜の花もほぼ満開なんですけど、風が強いということと、あと曇ってますんでね、映り具合がね、そんなに良くないかもしれないです。空がまあ曇っているせいもあってね、あまり見栄えが良くない感じ。風がね、冷たい風が吹いてます。どうしても桜がこう揺れちゃってます。枝が揺れてしまってます。